トルコ地震による死者は2万人を超えました。未だに救援物資が全く届いていない被災地が多く残っています。こちらにはですね、家を失った人たちが集まって生活しています。まだこの場所には救援物資は全く届いていないということです。日本の救助隊が活動する現場の隣ではおよそ300人余りが水道やトイレのない劣悪な環境で寝泊まりしています。世界各地から救援物資が送られる一方で、必要とする被災者に届いていないことが課題になっています。 CNN などによりますと、地震による死者は隣国のシリアと合わせて2万人を超えました。